ね。今日はヘイお待ち握ってくるくるお寿司屋さんで遊んでみましょう。このおもちゃは自宅で回転寿司が楽しめるおもちゃですね。こういった丸いレールの上を船が先頭になってお寿司のお皿を引っ張る感じですね。クマスでしょ。うん、実際に本物のお寿司を乗せて走ることを想定されてるらしく、このおもちゃ自体にお皿の上のものはついてません。では早速開けてみましょう。じゃじゃーん。セット内容はこんな感じですね。それではまずレールから作ってみましょう。はい、直線レールのうち半分はストップレールですね。はい、ストップするやつですね。こうやって組み合わせてガチャーン。これ単二電池1本で動くようですね。はい、台車ですね。台車毎度これを並べましょう。連結させて並べましょう。そして船と連結。そしてこれが握りスポーンって書いてあるんですけど、ここにご飯詰めてこう押し出すとシャリができるってことですかね。はい、お皿を乗せていきます。はい、バッチリぴったりはまりますね。はい、これで完成かな。あれ、まだ一つオレンジのお皿もありましたね。お寿司のネタの値段によってこういったものを使い分けると楽しいかもしれないですね。取り皿としても使えるかもしれないですね。はい、大量バターを作ります。はい、船の先頭に大量バターつけました。これで一応完成ですね。乗せてないんですけど走らせてみましょう。あ、いいスピードですね。回転寿司って感じ。あー、このジョイント、いいいいいい、回転寿司って感じですね。面白いね。ストップ。はい、ここストップ、バー上げてます。はい、ストップしました。ゴー。はい、こんな感じですね。それでは何乗せようかな。はい、それではお寿司を乗せて走らせてみましょうね。せーの、はい、これおもちゃのお寿司ですね。これ船からメロディーとか流れると楽しそうですよね。はい、イカが泳いでますね。スプラトゥーンのイカ、同じ色じゃない、そのお皿。それではこんなものも運んでみましょう。何？はい、アンパンマンですね。かわいい。でも流れてきてもおかしくないですね。メロンパンナちゃんのマカロンに食パンマンサンドイッチ、赤ちゃんマンロールケーキ、アンパンマンおむすび、どれもかわいいですね。はい、バイキンマンハンバーガーにアンパンマンカップケーキ。あとこれが自作のアンパンマンバス。トミカのバスにアンパンマンシール貼ったやつですね。かわいい。これもはい、一緒に走ってます。はい、今日はヘイお待ち握ってくるくるお寿司屋さんで遊んでみました。ただ眺めてるだけでも癒されますね。とってもかわいいです。それではバイバイ。バイバイ。